私たちもこの新しい一週間の前に、今日の福音のファリサイ派の人々と同じような心を持っています。私たちも多分間接に、けどキリストを責めようとしています。キリストを試そうとしています。今日の出来事の前で、今日の苦しみの前で、今日の悩みの前で、今日の不安の前で、今日の主人の前で、今日の奥さんの態度の前で、今日の子供たちの難しい、なかなか解決のできない、その子供の状態の前で、私たちはキリストに印を頼む。事実を認めるために、事実を背負うために、事実は、つまり具体的な歴史は、神の御旨であるということを認めるために、そしてそちらに入るために、それをそのまま受け止めるために、受け入れるために、私たちはキリストに印を頼む。私たちが決まっている印。私たちは定めている印。信じるために、つまりキリストに従うために、つまりキリストが私たちに教えてくれた、照らしてくれた十字架の道に入るために、彼から印を私たちがいつも頼みます。与えられないと私たちは抵抗してしまう。私たちは文句。私たちはその事実に入らない。その事実と戦う。事実といえば、奥さんと戦う。奥さんの態度を変えようとする。主人の考えを変えようとする。その考えと戦う。いつまでも、子供たちが自分なりにやらなきゃ、など。他のこともそうです。自分の体、その健康、その難しい、いろいろな状態を素直に認めて背負うために、私たちには、戒心の心がない。無関心です。認めますか？認めましょうか？それは一番大切なことです。それを認めるのは一番大切なことです。主よ、私は異邦人よりも、洗礼を受けてない人よりも、あなたを知らない人よりも、心が固い。私はこのファリサイ派の人々と同じように、あなたに性別されたもの、あなたといつもいるみたい。あなたの言葉をいつも聞いて、読んで、調べている。私は秘跡に預かっています。私は本当に性別されているもので、この世から取られているもの、選ばれているもの。けれども、私は心が固いです。無関心です。主よ。この私の目の前に現れる日、一週間、問題、悩み、不安、心配、人間、状態など認められない。入りたくない。入りたくない、主よ。入りたくない。そして、主よ。私は深いのところではあなたに生徒する。あなたのせいで私は苦しんでいます。心配しています。安心できません。落ち着かれない。あなたのせいで。この心もあります、主よ。だから印を頼む。あなたは私が望む通りやらなければならない。私にあなたの価値。あなたの復活を示せなければならない。あなたはメシア。あなたは私の救い主。私はあなたに従うことは良いことであるということを確信するために、私には私が望む復活の仕方を示しなさい。ね、主よ。お願いします。そしてこの復活の仕方は何ですか？この印は何ですか？やっぱり、問題を解決する。解決される。主人が変わる。子供たちが私に従うこと。この病気は癒されること。など。でしょ？深いのところでは私たちはみんなそうです。けど、未然者は神を知らない。で、ニニベの人々が自分の事実を認めた。ヨナの宣教、ヨナのケリグマ、ヨナの復帰を聞いて、照らされて自分が間違っている。自分が迷っている。自分が死にかけている自分の魂はね、深い淵に落ちろうとしているということを認めた。で、改心しました。断食して祈った。そして服を脱いで、貧しい服を着て、
つまり私は何もない。私は惨めなものである。私には食べ物がない。つまり私には命がない。自分で何もできないということを示すことによって改心した。そしてそこが礼だ。で、私たちは今日改めて布教を聞くことはできます。私たちも南の北条とともに異邦人がキリストに出会った。そしてその喜び、その神聖な改心、私たちも経験することができます。表すことができます。初めの日と同じように改めて私たちは改心することができます。初めてキリストに出会うという形でと同じような喜び、熱心、立ち返る、立ち戻る、改心することができます。じゃあ、改心しましょう、兄弟たち。この私たちの目の前に現れる一週間のすべては、神が私たちのために整えられています。私たちは、ジョナの印、つまり、キリストの死と復活の印を経験することができます。つまり、キリストと共に死に入り、キリストと共に復活する。キリストと共に問題に入り、キリストと共に死なないうちに処理者として問題を通る、過ぎ越す。その状態、その不安、その私たちを苦しませる、怖がせる。すべての出来事、通る、過ごす、過ぎ越す、復活することができます。改心しましょう、兄弟たちは。